様子はどうだ。ほう、目覚めるとは運がいい。その強運も一つの才か。ゼノス様、私は一体。我らガレアン族は優れた種族ではあるが、先天的にエーテル操作を不得手とする。要するに魔法を操ることができないということだ。それゆえ魔法を得意とする他種族に圧迫され、イルサバード大陸北部の寒冷地に追いやられた歴史を持つ。幸運だったのは、そこで精錬水という資源を見つけ、やがて魔導技術を発展させることができた点だ。魔導とはすなわち魔法の代替たるもの。この技術により我らは世界に歯を唱える強国となったわけだが、あいにく私が欲しているのは代わりではなくそのものでね。ガレアン族への後天的魔法能力の付与、帝国社会では異端視される研究だが、聡明なるゼノス殿下は理解を示し支援してくださったのだ。それがこの強化処置の目的。しかし私はガレアン族では。ああ、貴様はアラミゴ系の一族だったな。安心しろ、貴様に与えたのは単なる魔力ではない、より多くを焦がす高き力だ。ところで、先ほど解放軍が荒切りを占拠したと聞きましたが、スペキュラが攻撃されるのも時間の問題ではありませんかな。力を試させる機会としては申し分ないかと。確か貴様の部隊、ドクロ連隊と言ったか。奴らもスペキュラの守備隊に合流していたはずだったな。はい、直ちに部隊に合流し、反乱分子の迎撃に当たります。今から行ったとて間に合うまい。それよりも貴様に任せたい仕事がある。やってくれるな。ようやく見つけたぜ。